さて現在トップ望月のり子です。 9.65 以上を出しますと優勝です。全日本の初めての優勝を狙います望月のり子。曲は瞑想。愛知県の春日井市の高校1年生の作った曲、屈伸ダブル。ひねりです。どうやら望月のり子さんのこの全日本初優勝になりそうです。そうですね、今日は4種目ともに申し分ない演技をやったようですね、はい、9.65 以上が出ますともう即優勝決定。現在2位の篠田さんが10点満点を出しても届きません。やはりオリンピックの経験が十分ここに生かせてますね、はい、今日は跳馬で 9.65、 段違い平行棒で 9.70、 今森尾さんと握手をしました。そして先ほどの平均台は 9.25 という得点でした。過去2年間守ってきた左側背中が見えております森尾舞子さんと、そして何かこう新旧と言いましょうかね、はい、高校3年生と、そして高校2年生ですがね、右の望月のり子さんが 9.450 そうしますとまだまだ分かりませんか。そうですね、 9.85 で同点になりますか。 9.85 で篠田さんが、出しますと同点です。9.8 というのは苦しいかもしれませんね、私望月選手なんかも15歳ですかね、はい、17歳ですかね、はい、17歳高校2年生です。もう体が